はい、アキラです。今日は、天気がなんか晴れてんだか曇ってんだか、朝は雨が降っていたんですが、晴れてくるってことで、今日は久しぶりに、奈良方面まで、遠出しようと思います。名阪国道から、奈良方面ですね、行って、あそこは高円山の、有料道路っていうのをちょっと登ってみたいと思います。若草山に登る、の裏の方にもある有料道路みたいですね。二輪車はそんなに高くないみたいなんで、とりあえず途中まで登ってみようと思います。なんだね、が見えました。すごいね、なんかいい感じに見えるね。ちょっと天気が残念だけども、向こうの橋が生駒山かな。なんかちょっと天気も回復してきた感じかな。あれ、ここか。ここは、高円山ドライブウェイ、ちょっと行ってみましょう。途中の、ここ今ここへ出るんです、とりあえずここまで、こっちのコースはここまでの往復だけになるんです、ここからなんか脇道がある、行きますよ、そっちは行こうと思うんですけど、野球の方へ行けるかと思います、ただ道悪いですよ。分かってますね。よろしいですか。310円。ちょっと510円。どうも。だいぶ道は荒れてるみたいだけど、なんとかなんのかな。
あんまり繁盛してる道路じゃない感じがするね。交通量なさそうだねこれ。おお、なんか眺めはいいね。ああ、やっぱ力が出てきそうです。桜かな。これ桜のシーズンはなんかすごい感じになりそうだね。紅葉はちょっと早いけども、どんな感じなんでしょうね。もうだいぶもう葉っぱ落ちちゃってるけどね。もう座り、うわー、展望するかな。なんか住宅なの。うわー、なんかすごいバンクがついた道だね。あら、住宅なの。そうだけどね、もうこんだけ葉っぱ落ちてると、ちょっといまいち。ああ、ここは展望所かな。おー、なんかいい感じに開けてますね。これが奈良盆地だね。今日は天気が残念だったけども、あ、鹿が出てきました。あ、行っちゃった。もう
やっぱ鹿いるね。この道はまあのんびり行くのがいいですね。今日、まあ、道路濡れてるし葉っぱが落ちてるからちょっと、まあ少し紅葉してるねこの辺は。地獄谷なんとか石仏と書いてあるね。やっぱこの辺地獄谷っていうの、名所はみんなもう歩いていけないね。無理ね。うわーすごいね。だいぶ台風でやられたみたいだねこの辺も。わー素晴らしい。何かがある茶店になってんだ。え、
これ。市ヶ谷牛、はい、今日10までです。この後、野牛の里の方へ回りましたが、その動画はまた別途上げたいと思います。ご視聴ありがとうございました。